今回はタブレットでも遊べるゲームをスクラッチで作りたいというようなご意見をいただいたのでそちらにお答えしていきたいと思いますフラッピーバードのようなタップするだけのゲームであれば簡単に作ることができるんですけど上下左右に移動させるようなゲームをタブレットで遊ぼうとするとジョイスティックが必要になってきます今日はそのジョイスティックの作り方を解説していきたいと思いますでジョイスティックというのはこちらのこのようなもので こちらを旗を押して、ジョイスティックをこのようにですね、はい、いろいろな方向に向けていくことで、猫が動くというようなものを作っていきたいというふうに思っています。これからもですね、えー、いろいろなスクラッチでのゲームの作り方について解説していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。では作っていきましょう。はい、えー、まず新しいプロジェクトを作ってもらいます。で 今回は、はい、こちらで、えー、新しいスプライトを描くで、ジョイスティックを作っていきます。名前も、ジョイスティックにしておきましょう。はい。で、ジョイスティックを作るときは、この丸を使います。で、まあ、塗りつぶしは今回は、赤にしとくんですが、えー、ちょっとこういうグラデーションを使って、赤と、えー、 で、内側が白こんな。こんな感じですかね。こんな感じのグラデーションにしておきましょう。で、えー、ここで、えー、シフトを押しながら、ぐーっと引っ張ると、はい、円が描きますので、このような円を描いてもらいます。はい。で、えー、これサイズをですね、えー、少し、もう少し小さくしましょうかね。はい。 実際のジョイスティックに使うぐらいのサイズにして、はい、中心に置いておきましょう。はい。で、これで、えー、基本的にジョイスティックは終わりです。で、まあ、周りの枠線はまあ、あってもなくてもいいかなというふうに思います。はい。では、このままコードに移っていきたいと思います。で、これを置く場所なんですけど、だいたいこの左下あたりに置きたいと思いますので、旗が押されたときに、 一応表示をするとしていきましょう。表示をする。はい。で、えー、動きで、X 座標。これはまあたいマイナス165と、マイナス120ぐらいにしておきましょう。はい。で、これで旗を押すと、はい、この場所ですね。でこの場所をジョイスティックの場所にするということに今回はします。で、えー、このジョイスティック 動くを、えー、動かすと猫が動くようにしていきたいんですけどまずイベントでこのスプライトが押された時で、えー、何々まで繰り返すというのを使ってはいでここにですね何々ではないというのを持ってきて調べるで、えー、マウスが押されたではないまで繰り返す で、えー、動きで〜何々に向けるというのがあるので、マウスポインターへ向ける。はい。というのを作ってください。で、このマウスが押されたというのが、まあ、パソコン上で言うとマウスなんですけど、えー、タブレットやスマホで言うとタップしたということになります。はい。で、このまま次に猫のコードに入っていきましょう。で、猫については、 旗が押されたときに、ちょっと回転方向を、はい、こちらですね、左右のみにするというのにしてもらっておいて、まあ、これはどちらでもいいですが、しておいて、まあ、まずは真ん中に来ると。はい、00に来ると。で、えー、この下ですが、はい、ずっと、はい、何々まで繰り返すというのを使って、 これも先ほどと同じですね。はい。何々ではないというのを入れて、はい。調べるで、マウスが押されたではないまで繰り返す。はい。で、この中に、何々度に向けるというのを入れて、ここがですね、この調べるの中に、これですね、このステージの背景みたいなのがある、これをジョイスティックの 向向き、度ににけるといううししましょうで動きでこの10歩動かすというのを持ってきてこれを一旦3歩動かすにしておきましょうそうするとはいこれ最大にしてこう旗を押してもらいたいんですけどこれをクリックしてこうこうですね左下右下上というような形でジョイスティックをクリックして動かすとこのように動くというようになります ただ、一、えー、つ問題があって、ここですね、ここをクリックせずに、このジョイスティックをクリックせずに、他のところをクリックしても、このように動いてしまうという欠点があります。でここを少し解消していきます、えー。ジョイスティックのコードに戻ってもらって、はい、一つですね、変数を作って、はい、えー、スティックオンのような変数をつけましょう。で、 えー、これをスティックが最初は使えない状態にしておきます。このスティックオンを0にしておきます。で、スプライトが押された時にスティックオンを1にします。はい。で、えー、マウスが押されたではないまで繰り返して、マウスから離されると、またスティックオンが0になるということにします。で、この 猫が、えー、この動きを繰り返すというのが、ここに、えー、もしというのを一つガバッと入れてですね、演算で、はい。スティックオンが位置の時だけ動くということにします。はい。で、一回見てみましょう。旗を押した時に、 ジョイスティック以外の場所をですね、押してもこのスティックオンが0になっているので動きません。で、このジョイスティックをクリックしてこう動かすと動くと。で、離して別のところを押しても動かないというようなことになります。はい。これでですね、一通りこちらでジョイスティックが完成したということになります。で、ここからはですね、少しテクニック的なことになるんですけど、 このジョイスティックを右や上やに動かしたときに少しこのジョイスティックが実際に動いた方が動かしている感が出ますのでそのようなことをコードで書いていきたいと思います。ではまたジョイスティックのコードに行っていただいてはい。で、このマウスポインターへ向けるの下にですねちょっとコードを書いていきます。で、先にコードを書いてしまいますがここのコードは この x 座標を何々にするというのを使って、はい。x 座標を演算で、えー、この足し算を持ってきて、この中に掛け算を入れてください。で、はい。ここに、マイナス165、足す何かける何のところを、 1 0るで、ここの中をさらにですね、こちらの何々の絶対値というのをここ持ってきて、はい、動きで、この向きというのをここに入れて、向きの、この sia のこれ、サインと呼びます、にするというのを一つ作ります。で もう一つ y 座標を何々にするっていうのをここに入れますで y 座標をまたこれを演算で足し算でその中に掛け算を入れますでこちらはマイナス120足す10ける でえー、これも先ほどと同じこれを持ってきてはい向きのここを cos これ cos と呼びますにするというふうにしますで、えー、その後に x 座標 y 座標をはい -165-120 にするというふうにしてくださいではこの部分の意味について少し解説していきたいと思います はい。で、この、この部分にですね、えー、ジョイスティックがあったときに、右上を、にずらしたときに、この位置まで、えジョイスティックをずらしたいとしますと。じゃあ、この位置が何かっていうことになるんですけど、真ん中がマイナス165、マイナス120でしたというときに、えー、この、まず、X 座標ですね。X 座標というのは、マイナス120、 足すこの1 0る向きのサインになるということになります。で、えー、と縦方向 y 軸というのは、マイナス160足す1 0る向きのコサインということになります。まあ、こういう形で、この位置というのを出せるということになります。これが式で書くと、このような形で、マイナス160足す1 0る向きのサインと、 マイナス120足す1 0る向きのコサインという形になるということになります。で、最終的にマウスが離されると中心に戻ってくるというような行動になっているということを理解いただければと思います。では、実際にプレイしてみましょう。はい、大画面にして、旗を押して、これをクリックして、こうですね。こうぐ、ぐっと。 少しずつ動いて離すと真ん中に戻ってくるというのがわかると思います。ではですね、これさらに、えー、ちょっとジョイスティックっぽくしていくためにガイドというのを作っていきたいと思います。で、これを、えー、スプライトを選ぶで描くにして先ほどのジョイスティックのこのコスチュームをぐーっとこうこれでコピーできますのでここにコピーします。で、 このジョイスティックのですね、周りにはい、少しこのような形で、これ、色は単色にして、枠線はなしにして、塗りつぶしを、まあ、なんとなくこんなぐらいの色にしておきましょう。それで、えー この変形ツールを使って真ん中にポチッとしてですね、真ん中ずれましたね。はい。こんな感じで、ここを取って、ここを取る。こうすると三角形ができます。はい。で、この三角形というのを、はい。コピーして、貼り付けして、上下反転ですね。上下反転して、 ここにくっつけるはいこんな感じですね。はい、で、えー、これをまたコピー貼り付けしてぐっと90度回してここに貼り付ける。こんな感じですね。でこれをコピー貼り付けで左右反転させてここに貼り付ける。 はい、こんな感じでですね、少しジョイスティックのこうガイドを作っていくということをしたいと思います。で、この真ん中はもういらないので、これは消すという形にして、で、コードを書いていきますが、ここのコードというのが、旗が押されたときに、はい、もう場所はですね、スティックに行くで大丈夫です。 どこかの場所に行くというのを、えー、ジョイスティックへ行くというふうにすると、で、えー、ジョイスティックをですね、最前面にしておきましょう。見た目で。はい。えー、ここですね、最前面に移動するというふうにしておくと、このスティックオンはもう消しときましょう。これ消しておいて、 はい、旗を押すと、はい、このような形ですねジョイスティックの周りにガイドができるとそうすると旗を押してこれをグーッと移動させた時になんとなく今どっちの方向に向いているかというのが分かりやすくなるということになります、はいえー、最後になるんですけど今回はそのジョイスティックを、えー、向けた向きに対して、えー、この猫が移動するようになったと思いますが、えー、こちらをですね えー、例えば、えー、右斜め下なんだけど右にしか進まないというような上下左右にしか動かないようなあの形のゲームも結構あると思いますでそのような形をどのように作っていくのかというのを最後に解説していきたいと思いますやりたいのはジョイスティックをこの範囲に動かすともう上向きに向く、えー、この範囲に動かすとも右向きに向く というような形で上下左右の向きというのを決めていくというようなスティックを作っていきたいと思います。ではコードに戻って、でこの猫のコードに戻ってですね、猫のコードのこの部分を変えていきますで。どのように変えるかというと、ここのジョイスティックの向き、度に向けるというところ、この部分を変えていきたいと思います。はい、動きで〜何々度に向けると。 ここの中を作っていくんですけど、えー、とまずですね「はい、調べるで」ではいこちらスティックの向きでこれに演算で足し算を使ってスティックの向き足す45してそれを 90で割る。で、そのこれですねこの絶対値というのを使ってこれをガバッとこの中に入れてですねはいこれの、えー、切り下げをしてで最後に掛け算を使って 計算を使って、これをまたガバッとここに入れます。はい。で、かける90。というふうにします。で、これを、この、度に向けるという中に入れて、これをですね、えー、ジョイスティックの向き度に向けるというのと、えー、と交代してあげます。はい。はい、こうですね。 でこうすることで、はい、実際に動きを見ると旗を押してこのような形で斜めに向けても必ず上下左右のどちらかを向くというようなものができます。はい、これ今一応どういうことになっているかというと、はい、今のようなコードを書くことで40から135の場合はこれ実際に計算式を 計算してみればわかるんですけど、40から135の場合は、この計算式が90になるし、マイナス135から40、マイナス45の時は、マイナス90になる。必ず90かマイナス90か0か180というふうに、これがなるような計算式になっているというようなことになります。まあ、これはそういうもんだというふうに理解いただければいいかなというふうに思います。ではですね、今回はこちらでコードの解説以上になります。 まあこのような形でジョイスティックを作ってもらってスマホで遊べるゲームを作っていただければなというふうに思います。これからもですね、いろいろなゲームのコードの解説をしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた。